チャオ、あっちゃんです。今日はちょっとね、はま寿司に、食べに来てます。ヒカと2人でね、はま寿司に来てますってことでね、はま寿司でね注文しましょう。チャオ、あっちゃんです。今日はちょっとね、はま寿司に、食べに来てます。ヒカと2人でね、はま寿司に来てますってことでね、はま寿司でね注文しましょう。今日はね、ちょっとね、もう節約っていうことで、ね、お金がちょっとね、今ね節約期間なんで、節約でいきます。ご注文ありがとうございました。はい、注文しますね、節約習慣なんで軽くでいきます。チャイトカップ、ご注文ありがとうございました。ご注文ありがとうございました。普通の箸で、割り箸じゃん、割り箸かな。これは何？あ、もうね、ガリがね、このガリとこんなガリとかさ、怖い人がいけるよね。七味塩、七味塩ブラックペッパーからね、サーモンと、これ縁側やな、ね、あっちゃんはね、ナスビへ行きましょう。ではいただきますの前に、ナスビをね、きます。ではいただきます。まずナスビをいただきますね。あ、意外とね、ナスビ取らへんけど美味しいね。ちょっと一緒にするために、ありがとうございました。ナスビ美味しいよ。シーサラダの同等ぐらい好き。シーサラダの同等、いや、いや、シーサラダ美味しいけどね。今日はさあちゃん節約ってことで、ナスビ縛りでいきます。え、交換したら書いてあるのよ、同じ値段だ、ね、同じそれ言った。62番席ご来店です。ナスビよね。おいしいね。
けるだろうか。ナス引きだ。ナス引きをいきます。ご注文ありがとうございました。ね、ナス引き、これわさびナスやねんて。これね、わさびナス、醤油かな。今ね、醤油持ってきて、醤油をかけるとどうなるのか。うん、あ、醤油かけたらね、結構わさび感が出て美味しいね。うん、ガリ、ご来店です。ナスビに甘だれをかけてみよう。甘だれいきます。これは合わへん。うん、合わない。だんだんね、ナス縛りが地獄になってる。うん、ナス一口も美味しいなと思ったけど、でも次からね、ナスビは1回ぐらい注文してもいいかな。意外とないかなもんだけど、美味しい。ふふ、ね、次の寿司が来るまで待ってましょう。意外とね、ナスビね、思ったほど悪くなかった。ありっちゃありかもわかんない。はい、ありがとうございました。ひかはね、サーモンとか、サーモンとか、サーモンとか、縁側とかね、食べてる中、あっちゃんはナスビを悲しくなってくるけどね。まあ、いいんだ、今日は節約だ。ね、今日はまあ、ナスビで縛られましょう。はい、ということでね、次のナスビがなかなか来ないね。もう次くんのナスビっていうのワクワクもせえへんわ。ん、好きやけど。誰がナスビがナスビ食っとんねん、こら。来た来た、ご来店です。やった、ナスビが来た。食べましょう。ナスビ食べましょう。今度ね、ね、わさびナスってことでね、わさびナスにしましょう。ヒカのサーモンがまた来たね。わさびをね、1パック入れましょう。では、わさびナスいきます。わさびナスね、スーパーわさびナス、めっちゃうまい。いや、辛かった。
ではね、なんかむっちゃ見せびらかしながら食べられてんねんけど、ガリナスにしよ。ガリ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 ナスビいきます。うん、これ美味しい。わさびナスが一番美味しかった。うん、わさびはさみとね、なすびはすごい美味しい。ということでね、悲しくなってきたので、ヒカルを置いて帰ります。またね、バイバイ。ということでね、もう今日のあっちゃんのナス縛りハマ寿司よかったよと思ってくれたら高評価、応援コメント、チャンネル登録よろしくね。もういいわ、お腹いっぱいなら帰る。